はい、どうも、みなもです。今日は、メタルギア、プレイします。このね、開封動画をアップしたんですけど、レガシーコレクションの中に、入ってる、このメタルギアですね。まず、もう、僕はですね、メタルギアソリッドってやったことないんですね。一回も、一秒もやったことないんで、まずメタルギアから始めてみようということで、初期作からね、順に、どうですかね、発売順にちょっとやっていこうかなと。発売順、もしかしたら途中狂うかもしれないですけどね、やっていこうということで、このメタルギアをこれからプレイいたします。では、ゲーム、スタート。はい、それでね、オリジナルでいきますね。はい、オリジナル、スタート。おお、これね、初見プレイじゃないんで、一回一通り実はクリアしてます。はい、コール、なりましたね。こちらビッグボス、オペレーションイントリュード N313、敵、要塞アフターヘブンに占領、最終兵器メタルギアを破壊せよ。まずは消息を絶ったグレイホークスとコンタクト、最終兵器メタルギアの正体を探れ。以後の連絡は周波数12085で行う、オーバー。ということで、ビッグボスから、こういうね、指示があって、行くわけなんですけど。使うボタンはですね、プレイステーション3でやってますんで、使うボタンは丸、それから四角ですね。四角で、武器を使います。今持ってないんですけどね。で、ここ、今、タバコを持ってますね。はい、タバコをスパスパッと吸って。これ、何使うのかよくわかんないですけどね。最終局面でしか使うところ知らないんですけど。で、武器はね、おいおい、取っていきますんで、じゃあこれからちょっと進んでいきます。はい、で、コール鳴りました。コールが鳴るたびにセレクトボタンで、こちらビッグボス、任務は潜入だ、くれぐれも敵に見つからぬよう行動しろ、オーバー。ということで、敵に見つかるんじゃねえぞということでね、はい。はい、で、まずですね、こちらから進んでいきます。まっすぐですね。敵がいます。敵はね、とりあえずシカトしていきます。で、ここにトラックがあるんで、ここからですね、レーションっていう、これ回復アイテムなんですよ。回復アイテムを、L2 ボタンで使うことができます。こうやって合わせてですね。で、レーションをここのセッティングすると、右下にレーションの、マークが、アイコンが出てると思うんですけど、これセッティングすると、やばいぞっていう時に自動で使ってくれるようになりますね。で、しかもこれ、出入りするたびに増えてるというか元に戻ってるんで、無限に取ることができるんですよ。なんで自分がセットできる持てる個数の分だけ持って、3個が限度なんですけどね、今の状態だと。3個持ってですね、進んでいきます。でもうそのもう1回行ってもこう行ってもね、もう取れないってなるんですよ。これ以上持てないというふうになるんでね。はい、で戻って、で真ん中のトラックに入っていく。ここ敵がいるんで、このカードですね。カードを入手します。で、これですね、今この状態、敵に見つかってないです。垂直方向にないと敵感知できないんですよ。斜めにいるとですね、なぜか盲点になって見えないんですね。不思議なんですけど。ということで、はい。で、こう双眼鏡あるんですけどね、別にね、実は双眼鏡これね、いらないんでね、ちょっと取らないです。次のマップを一画面で様子を見ることができるんですけど、もう大体把握してるんで、もうそれを見ることもなく行きます。はい。で、一旦ですね、これで今スッとこう前に行くと見つかっちゃうんですね。だからこれをね、パンチで倒していきます。シュッシュッシュッ、聖剣好きなんですけどね、大体3発で敵が倒せるようになってますね。はい。で、次、このね、コールね、このエリアに入る、マップの画面に入るたんびにこのコール同じことを繰り返しますんで、一回聞いたら無視していきましょうか。よし。わあ、もう見つかりましたね。見つかって逃げて間に合うっていう。追っかけてこないっていう。最初の方はなんか追っかけてこないですよ。後々追っかけてきますけどね。後半になってくると。で、ここカード1で開けましょう。そしてここにね、ガスマスクが、眠いとか言ってますね。敵が、眠いって言ってるんで、後ろから
スニークキルですね。はい。一応スニークキルです。で、これガスマスクっていうのを取ります。ガスマスク取りました。んで、まあ、これも進んでいきましょう。お無視してね。はい。よし。これで取りましたんで、とりあえず進んでいきます。こうやってね。まだ武器がないんでね。はい、こうやって。で、まあ、この画面も、おっと。よし。こうやって。だだだピュー、これ以上持てない。弾薬なん、持ってないんでね、武器。とりあえず武器をって、ゲットしに行きましょう。はい、ここで、まずハンドガンを手に入れます。こんなクソでかい、ハンドガンですけど、一応見やすくするためにね、置いてあると思うんで、深い突っ込みはなしっていうことで。はい。で、次、真ん中はね、真ん中行かなくていい。敵しかいないですね。で、まず、これ地雷を取りまして、まあ、ここもぶっ倒しておきましょうか。ほら、ほら、ほら。地雷ももう今これだけしか、多分ここまでしか持てないんで、これも仕方していきます。そして次に、まあここは後回しかな。で、先にこっちに行きましょう。わあ、しまった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 。傷んじゃいましたね。あっちから出ると正面に、まあ、ちょっと迂回していかないといけないです。しょうがない。レーション使っちゃいました。正面に出た。で、まあ、こう監視カメラがあるんで、この監視カメラをやり過ごして進んでいきましょう。これ見つかると敵がね、ワンサが出てくるんで、とりあえず隠密行動で進んでいきます。はい、シャシャサササササ。走るボタンとかはないんでね。よし、ここでね、そして弾薬を補充します。弾薬。これね、際限なく取れるんで。はい。ありがたーい。ありがたいっすね。よし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 。こうやって取って、はい。あ、で、もうこれ以上持てないということで。はい。で、補充したんで、ここからカード使って、下に進んでいきます。で、ここで捕虜を。助けますね。こうやっていっぱいこのね、ビルの中をこうずーっと行くんですけど、このゲーム。で、こうやって捕虜がね、随所に捕まってるんで、捕虜を助けていきます。はい。ということで、あー、しまった。こうガスマスクがいますね。ガスマスクがないと、パワーが減るんで、よし。こうやっていきましょう。これ出てのガスですね。ガスマスクをつけてないと、体力が永遠に減り続けます。で、まあ、開けて。いきましょう。モレーションもう一個使っちゃいます。パンチパンチ。はい、弾薬これ以上持てないということでね。今ね、うかつに銃を使うと音でね、敵側のデュルルーって反応しちゃうんで、これはね、銃をね、あんまりこうよ見つかった時ぐらいにしか使うことなくやっていきます。スイーツ前に潜入してきたフォックスハウンド隊員なら無事だ。奴らに捕らえられている。フォックスハウンド隊員を助けに行かないといけないですね。よし。よし。さささ。で、こうやっていきましょうか。で、ここですね。はい。ここ、ローラーが出るんで、これ、ローラーに当たると一撃死しちゃいますんで、これ、当たることなく、ここのプラスチック爆弾を回収。後々、まあ、重要な、というか、まあ、このプラスチック爆弾がないと、クリアできませんので、非常に大事なアイテムですね。よしよし。パンチパンチパンチ。で、先に進んでいきます。よし。で、ここ。こいつらね、ここまでしか来ないや。これね、あ、見えないんですよ。この敵ね、どこ向いてるかよくわかんないと思うんですけど、今右見てますね。わかりにくいですけどね。一応向きがあるんですよ。敵、このキャラにも。あ、これだとはわかりやすいですけど、敵わかりにくいですもんね。一応向きがあるんです。はい、カード2を入手した。はい。で、このゲームですね、昔ですね、昔、うん、ファミリーコンピューターとかがあったような頃の時代に MSX っていうパソコンですね、で出てたそのゲームなんですよね。
その MSX っていうのは、まあ、子供向けの、まあ、パソコンっていうような感じの位置づけで、まあ、ほとんどですねゲーム機としてなんか使われてたようなそんなものなんですけど、それでまあ当時出てたっていう。でも実はね知らないんですよね、その MSX って。俺も触ったことないし、あんまり全然ファミコンは知ってたけど、その MSX って全く知らないで、未だにその無知なんですけど。わわわわわ、見つかっちゃった。まあそのね子供向けパソコンで一応出てたっていう。わー、おかけてくる。よし、これで入ってきます。ここでまあミサイルを取って、でもさっきのところに戻ってきます。よし、こうやって倒せますね。ピュッピュッ。あー、しまった。おう、よし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 、まだ出てくるのか。一通り倒せばこの危険状態も回避できるんですけどね。あ、これで回避しました。よかったよかった。一応撃ちましたね。シューティング、バス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 、オッケー。よし、なかなか面白いですね。よし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 、バスバスバス、オッケー。あー、レーション出た。オッケー。おお、じゃあ1個だけ取っていくか、これね。よし、入手。さささ、貴重ですからね。よし、これで先に進んでいきましょう。そうすると、このね、まあ、コール見ましょうか。こちらビッグボス、言い忘れていたが、高圧電流は電源パネルを破壊せよ。リモコンミサイルを使うのだ。リモコンミサイルのありかは、レジスタンスリーダー、シュナイダーが知っている。オーバー。ということで、シュナイダーが知っているとか言ってますけどね、まあまあまあ、このね、R2 ボタンで、このリモコンミサイルに合わせて、まあ、あとは撃つだけで、撃って、自分で操作できるんですよ。遠隔操作ができるんで、こうやって撃っていきます。そしてこの電源パネルを破壊すると、これでここが歩けるようになるってことですね。これ強引に行くこともできるんですけど、途中でねレーション使ったりとかしてね、非常に厄介なんで、これもちゃんと壊していきましょう。はい、で進んでいきます。はい、ここをねバスバスバスこれで倒せるっていうね、これで倒せちゃうんですよ。開けて、まだここ捕虜を助けていきます。助かった。周波数12033でレジスタンスとダイアンがサポートしてくれる。ダイアンは敵の情報に詳しいはずだ、ということで、これをまあ12033に合わせてみましょうか。こうやって周波数を合わせることができるんで、2033、こちらソリッドスネーク、応答願います。俺の中のこちらスティーブ、ダイアン、ダイアンなら買い物に行ったまま帰ってないけど重要な作戦中に買い物行くかね。びっくりなんだけど、こう俺の中のスネークってこんなんじゃ待たせたなみたいな感じだったような気がするんですけど、なんか全然雰囲気違いますね。なんか普通のなんか一等兵みたいな感じですけどね。よし、買い物に行ったきり帰ってこないということで、まあ行きましょう。さあ、これをパンチしていきます。シュッシュッシュッ、よし、オッケー。どっちからかな、左側から行った方が良かったような気がするんだけど、もう忘れちゃったな。よし、とりあえずパンチして倒していきましょう。ビシッディ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 シッ、聖剣好き聖剣好き。あ、どっちでもよかったんだ。見つかるかな。おしおしおっしゃう。はい、よし。でまあこいつを倒してって、パンパンパン、オッケー。でこっちかな、これをカード2で入っていきます。よし、そしてまたここもカード2で入ってって、あ、これをね、ここを倒さないといけないですよ。危ない危ない危ない、よしよしよしよ、あ、しまった。だいぶ痛んだな。おららら、よし。今ね分かりにくかったんですけど、サイレンサーをゲットしました。あ、サプレッサーですね。はい、サプレッサーで、これでハンドガンを撃っても
敵に一発撃って銃声で気づかれることなく進むことができるっていう。はい。で、ここをカード1で開けて、で、ここで、グレネードランチャーですね。を入手しました。グレネードランチャーを、まあ、後々使うんですけどね。まあ、使う機会なんて2回ぐらいしかありませんけどね。はい。これを持っていきます。よし、これでゲットしたぜ。グレネードランチャーを、そして、エレベーターまで戻って、次にね、1階にまで行きます。よし。まあ、ここは見つからずに行きましょうかね。タッタッタッ。よし。お、今下見てますね、上のやつが。よし、今の隙に。で、こう行って、ここ絶対見つかんないんですよ、ここ。不思議ですけどね。まあ、そうなっちゃってるんで。まあ、ここ倒さなくていいんですけどね、別に手前の倒して走り抜けてエレベーターなんか入っちゃえばもう関係ないんで、はい、これで、1階まで降りていきます。ここ2階ですね。ここが1階で B って書いてあるとこは地下ですね、はい、で、まあ、1階に行きます。はい、よし。そしてここですね。タッタッ。はい、でここは下に降りていきます。よし、まあ、監視カメラ見つからない。あー、しまった。ちょっと見つかりそうなんで、ちょっとこっちから素早く行きましょうかね。素早く行って、はい、入っていきます。よし、ここで助かった。グレフォックスが言うホックスハウンド隊員なら秘密の独房に監禁されているはずだということで、秘密の独房に行かなきゃいけないということで、これはこうか。これでよし、こうしてこうやって進んでいきます。危ない。よいしょ。タップタップ。オッケー。よし、これでまず、まあ、どっちからでもいいんですけどね。ここでマシンガンを手に入れます。サブマシンガンを手に入れて、タップタップタップ。よし、そしてここでカード1使って捕虜を解放。トゥルルル。これでね、今トゥルルルルルってなったと思うんですけど、左下のあのクラスっていうところがね、今2階級に昇進しました。これ昇進することによって、体力の上限が増えるのと、あと持てる、体力回復のレーションっていう回復アイテム、それから弾丸の数とかね、その辺が変わってきますね。ちょっと増えるんですよ。水を独房に近づく一番の方法は敵にわざと捕まることだ。まあ、独房に潜入するためにはわざと捕まりましょうということで。了解。ですね。はい。捕まるんでね、これをね、そのままちょっと進んでいきます。よし。さて。このパンチ、パンチ、パンチ。OK。で、まあ進んでいきましょう。で、ここで動くなとか言われるわけですね。連行する!これ潜入に成功ですね。はい。こちらビッグボス、潜入成功だ。グレーフォックスの毒棒を探せ。壁を調べてみろ。オーバー。ってことで。はい。壁を調べてみろってことなんですけど、これね、すごいことに、こんな独房なんですけど、なんとね、パンチで壁に穴を開けられるという。どんなパワー持ってんだって感じですけどね。この、見てください。この分厚いコンクリートのような壁を、それをパンチで開ける。すごい。はい、ここで、まあ、隊員が捕まってますね。よく来てくれた新入り、グレーフックスだ。最終兵器、メタルギアとは、あらゆる地形に対応できる格闘祭、銃歩行戦車だ。銃歩行戦車なんですね。これが完成すると、地球上のあらゆるところからの格闘技が可能になる。凄まじい、武器です。破壊兵器ですけどね。なんとしても完成前に破壊しなければならないメタルギアの破壊方法はただ一つ。それは開発者、ドラゴー・ペトロビッチ・マッドーナー博士が知っている。名前長いな。このビルのどこかに監禁されているザ・マッドーナー博士を探せということで、探せってことで壁に穴を開けて、またこの分厚いコンクリートを上げて進んでいきます。はい、ってことで、またこっち側にね入っていきましょう。そうするとね、今度はね、なんとボス戦なんですね。俺はショットメーカーだ。ここから脱走できた者はいないってことで、武器も全くない状態なんで、ここパンチで穴を開けて、なんとここにね、5体操に武器が置いてあるんですよ、しっかり。優しい。こうやってね、それでもマシンガンもありますんで、はい、こうやって、
武器も、まあ、弾薬も入ってますんでね、これ確保して、戦いに挑むんですけども、弾薬を補充しましょう。ちょっとミスっちゃいました、ね、よし、だいぶもら食らっちゃいましたけどね。横から当てると大したことないんですけど、もうレーションがなくなった。さあこれでカード3を手に入れたんで、カード3で奥に入っていきましょう。はい、ここはハンドガンに変えてジュフッと撃ってやっていきます。よし、そしてまたね、ここにね、ブユーってなるとこあるんで、今度はね、ここをプラスチック爆弾で壊していきます。ボムー、これで壊れるっていうね、はい、これはまあなんていうか突っ込みどころそんなないですけどね。よし、そしてここで敵のユニフォームが置いてあるんで、これをゲットします。敵ユニフォームゲット、敵のユニフォームゲットしました。よし、これを後々使っていきますんで、ビュッ、はい、でここもまたね穴が開くんで、ここをまたプラスチック爆弾を置いて壊していきます。よし、これでまたちょっと先に進めるんで、でここでね、なぜか犬に気づかれるんですよ。反応がいいのか知らないけど耳がいいんでしょうねきっと。でまた、まあここにまたね、プラスチック爆弾を仕掛けてバフってことで、よし、これでいきます。さあこれでまたね、こう進んでって、なぜか犬に追いかけられるっていう、どっから来たんだこの犬って感じですけどね。でまたね、ここにね仕掛けて、はいはい、またここ進んでいきます。ワンワンがねずっとしつこく追いかけてくるんで、カード2だったかな、3か、3ですね、はい、でここでまたねアイテムがありますんで、ボムブラストスーツ、これをね、暴風をねなぜか避けられるっていうスーツなんですけど、まあ、こういうのをゲットして、これもね、もあのこれないと先に進めないんで、この辺のアイテムはまあ重要ですね、はい、で、ちょっと武器をハンドガンに戻しておきましょうかね。はい、追っかけてくれて、こうやって撃って撃退します。犬に見つかるとなぜかずっと追いかけられるんですよねなんかよくわかんないんですけどね、どっから来てんだよって感じですけど、ずっとほらこうやって追いかけてくる。まあ撃たなくてそのまま逃げるだけでもいいんですけどね、なんとなく気分がめげるんで、とりあえず倒していこうかなと。あっち行っちゃうんですけどね犬なぜか次では追いかけられてるっていう。あ、来た来た、よし、いいぞ、ワンちゃんにやられる俺ではない。よし、こう打って、はい、でここエレベーターですね、はい。